あれ？どうしたの？この部屋の中、台風でも来たの？僕が片付けるのを手伝ってあげなきゃ。始業時刻に間に合わないよ。まったく、もう本当に兄ちゃんはもう。え？何のこと？いつの間にか寝ちゃってたね、僕。せっかく美味しいお酒をごちそうになったんだから、もっとちゃんと味わいたかったな。え？お酒に弱いって、僕のこと？まさか。こんなにお酒の大好きな僕が、弱いわけないじゃん。ひょっとして兄ちゃん、自分が酔っ払っていろいろ粗相しちゃったのを早めに寝た僕に責任転嫁しようとしてない？ダメだよ、そんな風に人のせいにしちゃ。今日のところはみんなには内緒にしておくから、これからは飲みすぎないように気をつけなよ。ダメだよ、後片付けの邪魔をしちゃ。